そうですね光ばかりではなくて闇も必要かもしれませんえー、こんにちはロバートキュアセシリーズの速歌塾の久保でございます、えー、金持ち父さん貧乏父さんというストーリーでいろいろとお話してきたんですけども今回はですねえー、まあ、光ばかりではなくて影も必要だと 人間には失敗まあそれは分からないでもないんですけど私はそれをね加味してでも全成功の方が絶対いいなと思うんですよ。何の苦労もなくとんとん拍子にずっと自分の思い通りの人生ねそっちの方がいいに決まってるとしか思えないんですよ。で人はですねそうは言っても誰一人失敗せずに人生をやり遂げた人っていないと思うんですよ。 だから多くの人は失敗から立ち直ることに共感をしますしそういったところに多くの価値を感じる人がいると思いますけども神様っていうのがもし存在するとしたら神様って失敗しないんですよね全て思い通りにいくんですよじゃあ神様が無意味に生きてるかっていうとそうではなくて多くの人に意味を与えて生きてると思うんですよね思い通りにやってると思うんですよ。 うんまあ神様がいるかいないかって論争になっちゃいますんであんまりねこれは語りにくいんですけども何と言いますかねあの無理やり人はですねあれはあれでよかったんだあれがあるから今日の自分があるんだっていうふうに失敗を肯定しちゃうんですよ。 だからそういう意味で言うと失敗なんてない方がよくって吉田さんがね一つのドラマか映画の例を出されてましたあのやることなすこと成功しちゃって鬱になるみたいなねでそれはまあ創作した物語なんでそういうふうになるわけであって実際にててててが成功すすする人っっものすごくく面白くて楽しいと思うんですよだって自分の気に入った女の子と付き合えたりとかで自分の思い通りにその女の子と別れられたりとかして何の苦労もないと。 何の苦労もないのがいいんじゃないかなと思うんですけどもいや苦労が本当に価値を生むんだったら苦労だけしとけばいいと思うんですよねでも人っていうのは失敗を避けて失敗すると成功を求めて成功できないというパラドックスに入ってしまうんですよ全成功の方が私はね限られた人生という時間の中でうん全てがうまくいくんじゃないかなと思うんですけどもただそうはいっても人には死というものもありますし病気っていうのもありますんで失敗とか挫折とかっていうのは避けられないと思うんですよ だから我々人間っていうのは失敗に無理やり価値を持たしていくっていうことが必要になってくると思います。で成功ばっかりの人はつまんないんじゃないかなっていうのはある意味成功ばっかりができない人の悲がみでもあると思うんですよね。でそういうふうに私は強く感じることによって失敗をするのは前提なんだけども失敗は覚悟しないといけないと思うんですけども失敗した時に何をするかっていうふうな防御策を、ね、いつも作っていくことができるんではないかなと思うんですよね。 まあねあのー、いろんな物語いろんな考え方があると思いますけども、うん、じゃあね本当に失敗も必要なのかもしれませんけどもねただ失敗しない方がいい方が、ね、って何にも反省せずに何も苦労せずに全部思い通りになったらどんなにいいだろうと思いますけどもね。うん、思いい通りにになならないところに なんか美徳を感じるっていうのは私もね、確かにあるんで立ちが悪いんですけどもね。<laughs> やってみたけどダメだったっていうところに共感することも多いんですよね。うん。だからね、私もね、こういう風に成功だけがいいと思いながらも、 こういった自己矛盾を起こしているところなんですけどもね。ですんで成功ばかりの人のことは私は分かりません。だから成功ばかりの人生がつまらないとは言えないんですよ。私がもう成功ばかりの人生じゃないからなんですよね。だからこれは誰にも分かんないですよね。うまくいくことばかりを繰り返してきた人生まれながらにして御曹司な人が。 何でもかんでも自分の思い通りになるよね世界の大富豪大王様っていうのはいると思うんですけどもその人が本当に幸せなのかどうかってことは分か,分からないですなぜなら私は平民ですしあの人生の9割以上は失敗を積み重ねて生きてますしで私がね失敗した数に比べたらうまくいったことなんて本当に耳みっちいことがちょびっとですよ。で言えるのは その相対的に失敗の数が多くてもその失敗をその無駄と思わずにねそこから何かを取りやせるようになればなんとかなるんじゃないかなと思いますよね。でもねやっぱりこれ最後に一言でまとめますけども失敗を成功の過程にできる人はほとんどいいなんないんではないかなななってここととがままあ気まずいところんんですよねどんなに失敗してもまたその失敗を繰り返してまあ、あれでよかったんだというね自己肯定にすり替えて終わっていくのがほとんどの方の人生なんで私はあえて言いますけども失敗に意味はないから。 失敗に酔いしれるなと言いたいですね失敗なんてもう一回もない方がいいに決まってるじゃないかみたいなことを言いたいと思いますそれでは以上です